はいどうも佐々木です。今回はこちら大和月下美人の2023年の新商品シズル 50S でメバリングをしていきたいと思います。見た目はこんな感じで、ヘッド側の半分がミノータイプのプラグになっていて、テール側がワーム素材になっています。シンキングタイプのルアーになっていて、長さは 50mm、 重さはプラグ側のボディが 1.6g で、ワーム込みのトータル重量は 2g になっています。使い方は基本ただ巻きで、1から2秒間にリール1回転を目安にリトリーブスピードを調整するのがおすすめだということですね。パッケージはこんな感じで、スペアのワームが1つ入っています。で、このワームなんですけど、月下美人ワームと同様でエラストマー素材でできてるんで、他の素材のワームと一緒に保管しないでくださいってことで注意書きがありましたね。で、スペアのワームが1つ入ってるっていうことなんで脱着可能なわけなんですけど、取り付け方法は短いテールが上に来るようにピンに差し込むだけっていう感じみたいですね。ピンの先端が鋭くなってるんで手に刺さらないように気をつけてくださいということです。あと、この付属のワーム以外にも自分の好みのワームを取り付けて使えるそうで、パッケージにこんな感じで絵が描いてあるんですけど、いろいろなワームと合わせて使えるんで、その辺も楽しいポイントですよね。ちなみに他のワームをセットするときはお好みの長さにカットして使ってくださいということです。注意点としては、エラストマー素材以外のワームを装着すると抜け落ちる可能性があるみたいなんで、月下美人ワームを使うのがおすすめだと、そういうことですね。まあ、よく言えばちゃんとワームキーパーみたいなのをつけてもらって、他の素材のワームも使いやすいようにしてくれればなという感じに思っちゃいましたね。はい、じゃあちょっとやっていきたいと思いますね。今日は漁港の方に来ていますね。とりあえず表層ただ巻きって感じでやっていきたいと思います。数日前にこのシズルを引っ下げて釣りに来たんですけど、そのと、お、あ、来た来た、いきなり来た、マジか、マジか、いやー、でもちっちゃいけど、やったー、いきなり来たー、ちっちゃい。はい、本当におちびちゃんっていう感じですけど、1匹目釣れましたね。まさか1投目で釣れるとは思わなかったですけど、ただめちゃくちゃちっちゃいですね。ほい、そうです、数日前にシズルで釣りに来たんですけど、その時ヘッドライト忘れて撮影ができなかったっていう、そういう話をしようとしたんですけど、いきなり来ましたね。で、その時もまあそんなポンポン釣れたわけじゃないんですけど、意外となんだ 4,5 匹ぐらい釣れたんですかね。なんで、うわ、やらかしたなっていう、そういう感じだったんですけど、今日も結構釣れるんですかね。リール1回転で 1,2 秒ぐらいっていうのがおすすめの使い方らしいんですけど、まあ今はそれよりもだいぶゆっくり巻いてますね。ちょっと水温低下が激しいと思うんで、なんか経験上なんかあんまり早く巻くと釣れないような気がするんで、勝手にそういう風にしちゃってます。あとワーム部分なんですけど、まあ自分で自由に付け替え可能っていうことなんですけど、今回は付属されてるやつというか、最初から付いてるやつを使っていますね。幸先よく釣れたのはいいんですけど、さっきのじゃちょっとサイズちっちゃすぎるっていう感じなんで、いくら漁港とはいえもうちょっとサイズ欲しいですけど、そんなでかくなくていいんで、さすがに同じとこでポンポン釣れるわけではないっていう感じですね。ちょっと足元の壁際の表層をただ巻きして使ってるっていう、そういう感じですね。割れんな。確かまたそんなに、あれ結構いいサイズなんですかね。よいしょ、よいしょ、まあまあ全然ちっちゃいですけど、
爆鳥ってわけじゃないですけど、なかなか釣れますね。いいっすね、シズル。ストップアンドゴーとかでも全然いいはずなんで、ちょっとそれも試してますね。でも夜釣りの場合って思い返すと結局ただ巻きでしか釣れてないよねみたいな時すごい多いような気がするんで、まあ別にただ巻きでもいいんじゃねえかというふうに思ってますけど、とか言いつつフォールできましたね。よいしょ、まあまあいいサイズ。いや本当に釣れるな、シズル。いいっすね。ほい、小場所で遊ぶには持ってこいのルアーというか、そういう感じですね。起きたくて、あーくそー、マジで当たり多いな。まあタイミングとかもあるんでしょうけど、なんかはっきりとしたコツンというバイトじゃなくて、なんかもぞもぞしてるような当たりなんで、でもなんかそれがまた面白いというか、そういう感じですね。海藻とかちょっと柔らかいものにちょっと突っかかったような、そんな感触もあるんで、なんだかよくわかんないんですよね。はい、ちょっとカラーチェンジして狙ってみたいと思います。しっぽり感満載ですね。真冬に風浦の漁港で丸まって釣りをするという、修行にならない程度に釣れてくれるんで、やっぱ楽しいですね。来たか？来てねえな。と見せかけてそんなでかくねえんだろうけど、よいしょ、オッケー、はい、漁港サイズって感じですね。おお、やっぱこういう海藻があるんですね。カラーチェンジしてもバッチリ釣れますね。はい、サンキュー。はい、皆さんお疲れ様です。今回はこのダイワ月下美人の2023年の新商品ですね、シズルでメバリングしてきたんですけど、まあ水温一番下がってる厳しい時期なんですけど、また来た、よっしゃー、あ、外れた、くそー。結構バイトも多くてすごい楽しいですね。まあ今の状況が活性も高いっていうのもあると思うんですけど、なかなか釣れるいいルアーなんじゃねえかなと、非常に気に入りましたね。自分としては楽しいです。今回は漁港で使ってるんですけど、まあ普段あの磯場で釣りしてるんで、そっちの方でも使ってみたいなというふうに思いましたね。あとワームも付け替え可能ってことで、今度は月下美人の違うワームつけて釣りしてみようかなと、そういうふうに感じましたね。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。